それはもう何が起きるか分かんないけど、そのことの刺激によって自分の中からまた新しいものが生まれるってことですね。今回松井さんとできたのは本当に嬉しい。松井さんとはね、50年前、僕の方が先にファンになった。新宿の画廊に飛び込んだ時に美大の卒業作品があって、それにバーンと打ちのめされて、こんなすごいやつがいるのかっていうので、それで書いてあった作者の住所を見て、そこに出かけて行って、僕の方から会いに行ったんです。すごい、最初に好きになったのは僕ですね。もう素晴らしいっていう話をしてしたら、気が合いましてね、何してるんだっていう話から、僕はジャズをやってんだよっていうことを話して、そしたらすぐにフランスへ行っちゃって、そのまま50年帰ってこない。それでフランス人になっちゃって、とうとうフランス国が与える最高の栄誉のね、賞、レジョン・ド・ヌール賞を受賞されましたね。その間いろいろあって僕追いかけていてね、パリの画廊にも行ったし、コルシカに松井さんが移住した時も後追っかけていって、そのおかげでコルシカでいろいろな音楽を聴いてね、アルバムを1枚作ることができました。キャンバス・イン・クワイエットっていうんですが、今日もね、その中から全部曲はやります。松井盛雄に捧げた曲がいろいろあるんですよ。全部色の名前がついてる。今回のブルーもピカソに会った時に、50年以上前に晩年の5年付き合わさせていただいたんです。その時にピカソブルーが、ピカソのエポックブルーという夢ですよね。でもそれが、俺のブルーは暗いからっていうんで、明るいブルーをやったらどうだって、50年かけまして、今日それを陽介さんの音楽を聴きながら仕上げようと思っております。
最初から自分が彼の作品をとても好きだからですね。僕はあのライバルとは言わないけど、まあ考えてみれば同い年だしね、まあ、こんなにすごいことをやるやつが世界にいるんだというふうに思うと、僕も確かに力が湧いてきましたから、そういう意味ではライバルかもしれませんね。ライバルであり友人であるということはさほど難しくはない。お互いに尊敬できればいい。巨匠です。だからそういう意味で怖いんですよ、実は。今日こんなことを50年パリ行った時は全然怖くなかったけど、もう何にも怖くないです。今だけは怖いですね。だからどうなるか、逆にもう原点に戻ってやらせてもらおうと思ってますね。もう勝とうと思ってなくて、感謝感謝感謝で帰っていこうと思ってます。今日は陽介さんに感謝。